海猫の泣く頃に3エピソード5エンドオブザゴールデンウィッチは同人サークルであるレイセブンスエクスパンションが制作している同人ゲーム海猫の泣く頃にのシリーズ第5作であるシリーズ後編となる本作からタイトルは海猫の泣く頃に3となった2009年8月15日のコミックマーケット76において発表され販売開始されたタイトルは 海猫の泣く頃に、さんと、名を赤文字で表記する。タイトルが、海猫の泣く頃に、さんに変わり、前半4作品の、問題編により提示された数多くの謎と証拠を、もとに、真相への推理を行っていく新シリーズ、展開編の幕開けとなった。作品中において、基本的に前半4作品の中に、推理を行うための情報はべて提示されている、とされる。 本作では、探偵役が登場し、ノックスの10回が作中で重要な位置を持って現れるなど、ミステリー色の高い作風となっている。ただし、本作で登場する多くのミステリー要素は、主人公でアルセン人の推理を苦しめる役割を持って登場するため、前話までの、ファンタジーとの対決というテーマとは逆に、ミステリーとの対決とでも言うべきストーリーが展開する。 前話の最後に、魔女ベアトリーチェが、戦人の推理に打ち砕かれたため、ベアトリーチェは自我を失ったような状態に陥っていた。一方、戦人もまたベアトリーチェが出した最後の謎が解けずに、未だエンコ言ブキの元に帰還できずにいた。このため、ベアトリーチェのゲームは中断。これに不満を持った魔女、ラムダデルタと、魔女ベルンカステルは、ベアトリーチェのゲーム版を乗っ取り、 自分たちだけで、第5のゲームを開始する。戦人の代わりに、プレイヤーとなった、ベルンカステルは、人間側の新たな駒として、新たな登場人物、フルド・エリカを派遣。探偵を名乗るエリカは、上層階のベルンカステルから与えられた奇跡の力、探偵権限を駆使し、黄金の碑文から、殺人事件まで、六軒島の様々な謎を、 八畜の勢いで解決。魔女幻想のベールを次々に剥ぎ落としていく。しかし、探偵、エリカの暴力的なまでに、愛のない推理に不快感を表した戦人は、探偵の推理とは別の真実を探るべく、エリカの前に立ちふさがる。本作の殺人事件は人間には、到底行えないであろう、殺人が多々ある。 それを魔女の仕業なのか人間の仕業なのかを見極めるのが本作の大きな分岐点となる。また、死体の一部は碑文に見立てられて殺されており、殺人が行われた場所には魔法陣や魔女からの手紙が残されている。これらの小道具の存在が魔女ベアトリーチェが魔法によって殺人を犯したという印象を登場人物たちに与えている。 本話では、すべての物語が語られる前に、ゲームに決着がついてしまうため、それまでのエピソードと違って殺人が行われる数が、少ない。海猫級小型園洋館級小型園洋館級、岩崎庭園洋館スクウェアエニックス館、月間ガンガンジョーカーで2010年11月号から2012年12月号まで、連載された。作画。 秋高 ISBN978 から4から7575320762011年4月22日、初版発行 ISBN978 から4から7575345202011年12月22日、初版発行 ISBN978 から4から757535565 2012年4月21日、初版発行 ISBN978 から4、から757537002。2012年8月22日、初版発行 ISBN978 から4、から757538252。2012年12月22日、初版発行 ISBN978 から4。 から7575382692012年12月22日、初版発行著、龍騎士07イラスト、ともひ交渉協力、k やヤ講談社ボックス Windows Vista の環境で、本作をプレイすると、あるシーンで、ソフトが、強制終了してしまう不具合が発生する場合がある。 これは一部ビスタにて、アグ形式で収録されている BGM のうち、黄金の影修正版。アグ、隣しミュー、アグ、誘い、アグ、螺旋、クワイア、アグの4つが正常にインストールされないことによって、起こり、不具合が発生した場合は、手動で前述のファイルをコピーペーストして保存する必要がある。なお、Windows XP 以前の環境では、 この不具合は発生しない。公式ページ参照。ありがとうございます。